この板ハミングバードといいます。ハチドリです。20歳の頃に初めて借金をして買いました。その時16万円、京都の河原町の丸田町の角に木亀屋垣という垣屋、そこから電話がかかってきて、ゆうとさん歌で食べに行きたいと思ってたね、A ギターあったら連絡ちょうだいと言ってたね。電話かかってきて行ったら3台ギターがありました。そのうちの1台がこれで、当時のお金で16万円でした。5万頭金を置いて、そして1月1万円ずつ返してきました。1年かけて。その時に思ったのは、なんと借金というのはしんどいもの。だからそれ以来ね、借金したことはないんですよ。
これからも一緒に歩いていきたい。かけがえのない友達のように、これからも一緒に歩いていきたい。いつまでも一緒に。